お兄ちゃん。ガイナイト！なんて自由なんでしょう！ぬまるの夜はこれからだよ！いつもはお兄ちゃんが12時前には寝ちゃうからね。よっしゃー！それは通り！まずい、お兄ちゃんが起きる。え？お兄ちゃんがいつも怒るから。あ、そうだ、お兄ちゃんが。いただきまーす。わーお。深夜のポテンガとコーラがしびれる。わーお。あの丸は何者にも縛られない。素晴らしい夜更かしの世界。とりあえず新アニメチェック。夜更かししたことでいつもより多く寝てる。何これ、ぬまるの収録時間が消滅してるじゃん。うまる、もうちょっとやる。お兄ちゃん、ジュース取って。お前、ジュースくらい自分で取れよ。お兄ちゃん。なんだ。ポテト持ってきて。ありがとう。お、そこだ。おい、うまる、ここに落ちてる箱は捨てていいのか。落ちてる箱はいらない。いつまでもダラダラしてないで、そろそろ起きろよ。お兄ちゃん、本棚にあった箱知らない。ん、あ、それ今朝捨てちゃったぞ。すがり、いや、捨てていいって言っただろ。ああ、言っちゃってるな。まあ気に入らない顔パーツだったから捨ててもいいんだけど。お、お兄ちゃんのバカ、なんで捨てんの。もう兄ちゃんとか知らない。あれ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、ただいま。お兄ちゃん。代わりにこれを勧められたんだが。射精。お待たせした。うまい。できた、ちっちゃいラーメン。やっぱりコーラと一緒に食べたい。なあうまる、これめちゃくちゃ辛いんだが。あ、どうした。店が油ぎしになっちまって。これが本当の油ラーメン。なあ、大事な話ってそれか。だったら帰りたい。俺は大変に聞きたいことがある。お前、家で彼女と同棲してるだろう。さらにお前が美人の若い女性と歩いているのを社内の人間が目撃している。この後お前ん家に行っていい。ダメ。うまるにメールしておこう。同僚が家に来るとおやるもんじゃねえんだからいいじゃんよ。お兄ちゃん。じゃあな。ねえお兄ちゃん、結局あれ誰。あれは俺の同僚のボンバ。ただいま。ただいま。キリ久しぶりに。勝手に入ってくるな。言ってやった。立ち入り禁止の文字も読めないのか、この爆発ゴリラ。あら、メリークリスマス。さてさて、お兄ちゃんは何時に帰ってくるのかな。冗談じゃねえよ。気持ちはわかるが声にするなよ。なて、大した量じゃないから頑張れよ。昔に戻りてえな。サンタ服、大変も一緒に着ない。キリエちゃんとそこで会ったんだけど。え、師匠にプレゼントを買ってきたので。お兄さんはなんでサンタなんですか。そうだよ。おっす、キリエ。あれ、今年ももうすぐ終わり。大変は、いろいろあったからな。うまるはステーキ美味しかった。また食べたい。あ、また今度な。ラーメンも食べたい。エビナちゃん帰ってきたらまた行こうよ。ま、お礼の照れ隠しだろうけど。へえ。ジョヤの鐘にはまだ時間がありますが、見てください、すでに大勢。後でみんなで行くか。何言ってんのお兄ちゃん。ガキの誓いでいいよな。うまる、カウントダウンまで起きてるのか。
兄ちゃん何かするの？もしかして。いらっしゃい。枝豆。柿の種。年越しっつったら酒盛りだろ。もう。年越しって言ったらコーラだよ。これ全部コーラかよ。焼き鳥とポテトを初めて同時に食ったわ。ネギだけ残すなよ。あらたらろ。いいね、もう一杯行こう。それで課長になんとか。これ寝てる。寝てるな。キリアちゃんクッキー作ってくれたの？ありがとう。苦い。一応残して新しいの作ろう。先に師匠の分を。今度は甘くいった。あ、袋部屋だ。師匠喜んでくれるといいな。おう、俺に作ってくれたんだろ。生まれさん、あのこれき、キリエ、失礼しました。クッキー作ってくれたんだね、ありがとう。うん、おいしい。これはいいものだ。ただいま。それキリエちゃんからお兄ちゃんにだって。え、チョコ。しまった。ひなちゃんが家に誘ってくれるなんて。お店でチョコを見て。そうなんだ。ちょっと待ってて、エビナちゃん。エビナちゃんも俺いない方がいいでしょ。そうだ、チョコの中に柿の種入れてみよう。渡す相手への気持ちをチョコに混ぜる。ビヤーって書いちゃった。ちょっとどうしよう。お前何入れたんだそれ。柿の種だよ。へえ、大丈夫か。あ、エビナちゃんできた。クリリンパ。はい。ん？あれ？うま、困る。ついさっき出かけたんだけど。してません。アポなし。あれ？すみません。クッキー。あ、そうか。この子は今日それを言いに来たのか。え？お帰り。師匠、私も早く帰った方がいいと思います。あれ？マル寝てるのか。体！お兄ちゃん！食べてないよ。どうせお前が食べた。いや、ダメだ。証拠もないのに人を疑ってはいけない。よし。実際にプリンを食べてみよう。よし、できたぞ、ウマル。まあいいよ、食べよう。おう。ん？ウマル寝てるのか。ウマル、プリン冷蔵庫入れとくぞ。ねえねえ、お兄ちゃんはプリンとか作れないの？やっぱお前が食べたんだろ。プリン大福は美味しいよね。ウマル、こっち見ろ。プリンどら焼きも食べてみたいな。なんつって、お兄ちゃん。ウマル！食べたくなるに抗えない。今ならバーガーセットにクリスピーもついてくる。アイムラビーンハンバーガー。なんという CM を流してくれてんの。ハンバーガー食べたい。ハンバーガー。おい、起きろ、うまる。ハンバーガー今入ってる。食べたくなるに抗えない。アイムラビーンハン。うめえ。いただきます。深夜にカップ麺食べるな。夜更かししたことでいつもやりよーと寝てる。何これ、やばい。やっぱり限界まで我慢した後のコーラは最高だね。あんまり飲みすぎるなよ。あ、そうだ、お風呂上がりといえばコーヒー牛乳も飲まないと。深夜のポテトとコーラがしびれる。深夜に大声出すな。ここにポテイトの残りがあります。プリンは最後のデザート。
ポテイトを残してプリンを食べるのは